ついに覚醒大谷翔平、2打席連続の特大ホームラン。エンゼルスの大谷翔平は1日のホワイトソックス戦に3番 DH で先発出場した。ここ最近、疲れからなのか本来の打撃とは言えなかったが、昨日は会心の13号を放ち復活ののろしを上げていた。大谷はこの日、3回の第2打席で2試合連発となる14号センターオーバーのツーランを放つと、4回の第3打席にはライトへ超特大の15号ツーランを放った。これが今季初めての2打席連発となり、ア・リーグ本塁打ランキングでも単独2位に急浮上する圧巻の活躍となった。これで大谷翔平はメジャー通算140号に到達し、一時はトップに離されていたホームランランキングでも2位に浮上。大谷のバットが量産体制に入った。大谷来たー。かなり状態上がってきたな。奪三振1位でホームラン2位とか普通にありえない。何も言えねえ。異次元とか規格外ってこういうことね。なんか吹っ切れたのかな？打ち方少し変えたよな。対応力が半端ないって。少しでも面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくね。あなたからのコメント待ってます。